福岡市天神に猿一匹が現れ、警察が現在捕獲作業に当たるとともに警戒を呼びかけています。午前11時前、福岡市の西鉄天神福岡駅のすぐそば、街路樹の上にいるのは一匹の猿です。木から木へ飛び跳ねて移動していきます。その周りには網を手にした警察官が集まっています。警察によりますと、午前10時半ごろ、福岡市天神の須崎公園で猿が一匹いる、南に行ったと目撃者から通報がありました。あ、動きました、動きました、飛びました。警官ステップで飛んでいきます。猿は現在取り壊し工事が進む福岡ビル周辺にいて、警察官十数人が捕獲作業に当たっています。今のところ怪我人の情報はないということです。